役ルチャリブレです。お願いします。お願いします。ぜひ個人名も覚えて帰ってください。はい、僕が赤坂圭一と言いましてね、こちらが皆さんのこれからを見守るヒーロー、これから井田さんです。休みの日は画面を直接撮るタイプの違法アップロードをしています。うん、あれお前だったの？今も風景ですって言ってダメだ、違法アップロードがダメなんだからやめな、ちょっと聞いてほしいんですけども、どうしたの赤坂さんは、うん、アキネーターって知ってますか？アキネーター知ってるよ。なんか思い浮かべた人物を、はい、なんかいくつか質問答えると当ててくれるっていうなんかランプのおまじみたいなアプリでしょ？そうです、うん、それです。そのアキネーター、うん、私、うん、できるようになりました。アキネーターできるようになった？はい。どういうこと？何？あ、思い浮かべた人物を当ててくれるってこと？そうですね。あ、そうなんだ。いいじゃん。すごいでしょ？すごいでしょ？ちょっとやってみようよ。今ですか？今だよ。今ここで？今。そう。はい、わかりました。うん、いいですよ。うん、じゃあ一人思い浮かべてください。一人思い浮かべればいいのね。はい。OK。うん。思い浮かべました。思い浮かべました。わかりました。はい。それでは質問させていただきます。あ、はいはいはい。その方は、うん、男性ですか？あ、はい。その方は、うん、メガネをかけていますか？はい。わかりました。わかった？わかりました。早くない？はい、大丈夫？です。うん、今、うん、赤坂さんが思い浮かべた人物は、うん、古田敦也です。違います。くそ！早いって判断。まだ早いよ。メガネの男性イコール古田敦也じゃないからね。違う、ね。違う。キャッチャーとか出てこないと。うん、確かに判断が早かったかと思います。早いよ。だってもういくつか質問させてもらってもいいですか？ああ、元おいで。ありがとうございます。うん、その方は、うん、立命館大学出身ですか？ちょっとわかんないな、それは。そうですか。うん、その方は、うん、女子アナと結婚しましたか？いいえ。その方は、うん、ヤクルトで選手兼監督でしたか？古田じゃないからな。違うんですか？なんでお前古田敦也の線残してんだよ。違う打ちってんじゃんか。じゃあ誰を思い浮かべたんですか？岸田総理。おかしいでしょ。何がよ。おかしいでしょ。何もおかしくないでしょうよ。岸田総理はメガネかけてないでしょ。バリバリかけてんだよ。造成メガネってメガネかけてるやつのあだ名だから。そんなこと言われてるか。そうだよ。あら、そっか。くそ悔しい。もう一回やらせてもらってもいいですか？いいよ、できんのね。できます、うん、ちゃんとやって。できます。ただ、うん、条件を追加させてもらってもいいですか？条件、はい、はあ、YouTuber 縛りでお願いしてもいいですか？ YouTuber 縛り、はい、YouTuber を一人思い浮かべればいいのね、はい、YouTuber を一人思い浮かべてください。はい、思い浮かべましたか？はい、思い浮かべました。それでは質問させていただきます。はい。その方は男性ですか？はい。その方は、うん、メガネをかけていますか？はい。わかりました。わかったの？大丈夫？わかりました。大丈夫です。今、赤坂さんが思い浮かべた YouTuber は、うん、古田敦也です。違います。くそー！なんでそんな悔しがれるの？くそー！なんで？メガネ YouTuber って言ったら古田さんじゃないですか？絶対違うだろう。古田敦也、確かに古田の方程式っていう YouTube チャンネルやってるけど。やってるじゃないですか。やってるけど、違うよ。違うんですか？うん、メガネ男子 YouTuber の代表格じゃないから、古田敦也は。違うよ。え、じゃあ誰を思い浮かべたんですか？ヒカキンだよ、ヒカキン。おかしいでしょ。なんでよ。おかしいでしょ。おかしくないよ。ヒカキンはメガネかけてないでしょ。なんでお前ヒカキンの初期の動画しか見てないんだよ。メガネかけてない頃のヒカキンの動画しか見てないんだよ。かけてないでしょ。だからずっとかけてんだよ、ヒカキンさんメガネ。今かけてるんですか？かけてんだよ。くそー。なあ、じゃあ最後にもう一回。最後な。もう一回、最後、最後できんのな。もう一回チャンスください。できます。最後やろうじゃ。次は、うん、次の縛りは縛りがあるの、はい、はい、漫画のキャラクターで。漫画のキャラクター、はい、あ、そういいですか？あ、わかりました。一人想像してください。はい。思い浮かべました？はい、思い浮かべました。はい。その方は、うん、男性ですか？はい。その方はメガネをかけていますか？はい。わかりました。わかったの？わかりました。大丈夫？大丈夫です。今、うん、赤坂さんが思い浮かべたキャラクターは、うん、古田です。違うよ。くそー、なんで？違う、なんで？古田は漫画のキャラクターじゃないでしょうよ。いや、ゴーゴーゴジラ松井くんの古田ですよ。お前、漫画のキャラクター一人思い浮かべてって言われて、ゴーゴーゴジラ松井くんの古田は思い浮かべないよ。いや、嘘、思い浮かべないか。なあ、え、誰を思い浮かべたんですか？名探偵コナンのコナンくんだよ。おかしいでしょ。何もおかしくないよ。おかしいでしょ。おかしくないって。それこそおかしいでしょ。なんでよ。コナンくんはメガネかけてないでしょ。
なんでお前名探偵コナンの一巻の途中で読むのやめてんだよ。あそこが楽しい。メガネかけてからが面白いんだから、コナン君。そうなんですか。そうだよ、トレードマーク、メガネなの。メガネトレードマークだってことだし。もう全然アキネーターできてないじゃないか。本当にそう思いますか。はい、もう終わりにしよう。どうもありがとうございました。